顔を上げろ、ケビン・グラハム。セルナート、教官。やつれたな。食事どころか水分の補給すらろくにしていないそうじゃないか。報告は聞いている。ルフィナのことは残念だった。だが不幸な事故というものは往々にして起こるものだ。我々のような手合いには特にな。殺してください。何？もう俺が騎士としてやっていく意味なんてない。それどころか生きてる意味すらも。教官にやったら文句はないです。痛みを感じる暇もなく人思いにやってくれそうですし。わかった、いいだろう。なんて言うとでも思ったか。痛みを感じる暇もなく人思いに殺してほしいだと。笑わせるな。君にそんな権利があるとでも思っているのか。その血と肉を必要の断りに魂を女神に捧げたはずの君にそんな泣き言が言えるくらいなら遠慮なく告げられるというものだ。さすがの私も今回ばかりはいささかためらわれたからね。銃騎士ケビン・グラハム、本日をもって機構をドミニオン第5位に迎える。これは風政省による決定事項であり、法王陛下もすでに承認されたことだ。君とてここ数十年第5位が空位だったのは噂程度には知っているだろう。おめでとう。君がその第5位だったわけだ。これで君と私は同格。長らく主のいなかった5号機もようやく日の目を見るというものだ。なんやそれ。ああ、それと守護騎士は自らあだ名を名乗る習いでね。君も今のうちに適当に考えておくといいだろう。ちなみに私のそれは知っての通りカーネリア。味もそっけもないものだがな。そんなこと聞いてるんやない。なんで俺がそんな姉さんを、ルフィナ姉さんから守れんかった俺が。それは特に問題ではない。問題はルフィナ・アルジェントが極めて優秀な騎士だったということだ。聖魂が現れなかったとはいえ、彼女の問題解決能力は時に守護騎士をも凌駕していた。
その損失に見合うだけの働きを第5位には期待しておこう。枢機卿閣下のお言葉だよ。なんやそれ。なんなんやそれは。俺がルフィナ姉さんを守りたくて騎士になったこの俺が、その姉さんを食い物にして守護騎士に選ばれるやと。傑作や、傑作すぎて笑い死んでまうわ。さて、どうする、ケビン・グラハム。ちなみに君にはこの要請を辞退する権利がある。もっとも騎士団千年の歴史で守護騎士に選ばれながら辞退した者はただの一人もいないという話だがね。そうでしょうな。ドミニオン第5位、謹んで拝命させてもらいます。早速今日からでも仕事を回してくれて結構ですわ。そうか、わかった、そう取り計らおう。なあ、回すんならなるべくハードなのを頼みます。おっと、それからあだ名でしたっけ。せやな、下方狩り、そんな感じで行くとしますわ。そっか、そんなことがあったんだ。しかしまあ、聞けば聞くほど信じられないことばかりって感じね。うん、ただ見えてきたことも結構あると思うんだ。この場所が影の国という不思議な法則によって構成された世界であるということ、そして僕たちが何らかの理由で選ばれて取り込まれたということ、そしてそれを踏まえた上で改めて疑問が整理できると言える。疑問その1、影の王及び黒騎士の正体は。疑問その2、宝石及び女性の霊の正体は。疑問その3、影の国の成り立ちと真相は。確かに疑問はつきませんが、大別するとその3つに整理できそうな気がしますね。ふん、ありえない魔物が徘徊している理由なんかは3番目に入るってことか。なるほど、そう言われるといろいろと見えてきたかも。
あれ、でも、ケビンさんが気絶したことはどう関係してくるのかな？聞いた限りだと、巨大な悪魔とやり合った時のことが原因みたいな気がするけど。俺たちを拘束していたあの結界を破った力、そしてその時に現れた赤い文様みたいな光が、あれは一体何だったのかしら。さすがにそれは僕にも見当がつかないね。七曜教会に伝わっている砲術あたりかもしれないが、ヨシは何か心当たりでもあるの？うん、そうだね。確信は持てないけど、あれは多分スティグマだと思う。ヨシュアの肩に出ていた。うん、あれは教授が僕を制御するために深層意識に埋め込んだイメージが肉体に現れていたものだったんだ。ケビンさんのあれも同じ。ただし僕に刻まれたものよりもはるかに強力なものじゃないかと思う。よく気づきましたね。リースさん、そのケビンさんの調子はどう？ええ、小康状態といったところです。ただし精神に過度の負荷がかかったようなので、しばらく休ませておきます。そっか。やれやれ、ヒヤヒヤさせてくれるわね。しかしリースさん、精神に負荷ということはやはり。ええ、お察しの通り精魂です。ただしあなたに刻まれていたものと違い、彼のそれは原型といえるもの。ドミニオンにのみ現れると言われる魂の刻印です。守護騎士？うん、聞いたことがある。聖杯騎士団を統率する12名の特別な騎士たち。噂では一人一人が恐るべき異能を持つという。ええ、その通りです。そしてその異能とは、おのおのの精魂の力によるもの。通常では考えられないような肉体の強化や高度な砲術の使用を可能にしてくれる力の源泉です。ケビンはその精魂を持つ12名の守護騎士の一人、第5位の異界を持つ人間です。なんだか別の人の話を聞いてるみたいですね。それではケビンさんもヨシアさんと同じように何らかの処置を受けて。いえ、本来の精魂は意図して埋め込まれるといったものではありません。あくまで自然発生的に現れるものだとされています。そして守護騎士の数は歴史を通じて常に12名。どの時代にも必ず精魂を宿す者がどこかに現れて守護騎士になると言われています。なんだか不思議な話ね。それじゃあヨシアにあった精魂っていうのは。あれは多分本来の精魂を擬似的に再現したものじゃないかと思う。かつてワイスマンは七曜教会の人間だったからね。あ、そんなこと言ってたわね。配信者ワイスマンは聖杯騎士団の上位にある風聖省に所属する司教でした。彼は
司教職にある時から見くらう蛇に通じており、様々な秘跡を盗み出したようです。守護騎士の成婚に関する膨大な文献と研究もその一つ。彼はそれらを参考に意図的に超人を作り出す技術を結社で完成させたと推測されています。やはりそうでしたか。本来の成婚がどういうものであるのかはなんとなく分かったが、しかしどうしてケビン神父はそれで倒れることになったのかな。成婚というものはその力を引き出すにあたってそこまでのリスクを伴うのかい。それは理由は分かりませんが、ケビンは成婚の力を滅多には解放しないそうです。唯一それを解放するのは下方を狩る時のみ、後戻りできない滞在人を処分する時だけと聞いています。処分なんか物騒な話だね。まあそいつはともかく、要するに滅多に使わない力をいきなり使ったせいで目を回ししまったってとこか。そうなのかもしれません。なるほど、ケビン殿の事情は了解した。しかしいいのか、我々に話してしまっても。はい、すでにケビンも皆さんには一通り説明するつもりだった様子。私も今後の探索を進める上で皆さんの協力を得るために必要なことであると判断しました。そっか。もしかしてリースさん。はい、しばらくの間は私がケビンの代わりを務めます。探索の記録も含め皆さんの先導を務めさせていただければ幸いです。なるほどな。でもいいんですか？リースさん、ケビンさんのこと本当は看病していたいんじゃ。倒れる前、ケビンは私に宝石を託しました。ならばこれも重騎士の務め。どうか気にせず皆さんに協力させてください。リースさん。そういうことならあえて反対する理由はあるまい。ケビンさんのことならどうか心配しないでください。残ったメンバーで分担してみることにすれば大丈夫です。はい、どうかよろしくお願いします。エステル、どうしたの？リースさん、一つお願いがあるんだけど。探索に向かうんだったら私も同行させてくれないかな。え？エステル？ほら、その目を覚ましたばかりだからいろいろと肌で知っておきたくて。一応これでも遊撃士だからいろいろとお手伝いもできると思うし。どうかな。わかりました。どうかよろしくお願いします。どうもありがとう。よしや、勝手に決めちゃってごめんね。いや、君の判断に任せるよ。リースさんのサポートよろしくね。任せといて。行くよ。
だ、ジンさん。あの、キリカさんがギルドの受付を辞めちゃったって聞いたんだけど。まあな。実はちょっとした筋からスカウトがあってな。あいつも悩んでたようだが、いい機会でもあるしな。共和国に帰ることにしたらしい。そっか、そういう話だったら仕方ないわね。サイスの支部にキリカさんがいないと思うと少し寂しい気もするけど。何を言ってるんだ、エステル。今は武者修行であちこち回ってるんだろ。共和国に直接会いに来ればいいじゃないか。あ、そっか。うん、それじゃあこの世界から脱出できたら遊びに行かせてもらおうかな。おう、待ってるぜ。確かに影の王は得体の知れん人物だが、あの女性の霊は俺たちの味方のようだしな。これだけの実力者も揃っている。必ずどこかに勝機はあるはずだ。聖魂を宿す下騎士に敵対している黒騎士と影の王、はあ、これは相当手強い相手かもしれないね。というわけで僕は少し羽を伸ばさせてもらうよ。聖魂を何はともあれ、あんたが無事でよかったわよ。え、私？そうよ。あんたがいない間のヨシュアったら平気そうな顔しちゃって。別に取り乱したりはしてませんよ。心配してくれてたんだ。まあ、普通恋人が捕まっているって聞いたら心配するものだと思うけど。いつの間にかそんな状況に。でも捕まってたって言ってもそういう記憶とかないし、そのあんまり実感がないっていうか。うん、よかったよかった。これでお姉さんも安心して飲めるわ。シェラさん。何勝手に納得してんのよ。で、旅に出てから二人の方は進展してるの？知らねえってば。いきなりそういう話題を振らないでよね。まあ、ある程度予想していた質問ですけど。何よ、教えなさいよね。あんたら二人も揃ったことだし、そろそろ本腰を入れてこの世界から脱出しなくちゃね。怪我はもう大丈夫なんですか？ええ、問題ありません。なんとか直撃は防げましたから。でもやっぱりケビンさんたちを助けに行ったんですよね。アネラスさんの言葉、私なりに考えさせていただきました。ケビンが騎士を目指したように、私にも重騎士としてここにいる理由がありますから。ですから。そっか。あとはケビンさんが目を覚ましてからガツンと言ってやるだけですよね。はい、あの、ありがとうございました。いいんですってば。アネラスさんとリースさんって仲いいんだ。理由は簡単。それはリースさんが可愛いから。そっか、納得。あの神父、守護騎士だかなんだか知らねえが、無茶しやがった。ぶっ倒れる前に一言断れっつうな。あんたが言うか。
あ、エステルお姉ちゃん、あのケビンさんの具合は？うん、大丈夫だと思う。今はヨシュアが様子を見てくれてるし。そっか。よかった。あの申し訳ありません。どうしてリースさんが謝るの？それもそうですね。今のは忘れてください。忘れてくださいって、あの神父ぶったを。あんたが言うか。ケビンさんの影の王、それでそうしたら影の国は完成に近づくって。あの、ここから先の探索は今まで以上に気をつけてください。もう誰も。ヨシュア、ケビンさんの具合はどう？うん、今はよく眠っている。時々うなされているみたいだけど。何しろ精神的な負荷が肉体に作用しているんだ。今はゆっくり休むしかないだろうね。そっか。ヨシア、もうしばらくここをお願いね。よろしくお願いします。はい。これでよしっと。あとは体を冷やさないように気をつけて。目を覚ました時用にお粥も作っておこうかな。ジョゼットのやつ意外とできる。とても家庭的な方みたいですね。行くよ。それにしてもジョゼットさんってとても器用なんですね。あんなに手際がいいなんて。うん、少なくともエステルよりはうまいよね。まあずっと男所帯の中にいたらしいからこういうのには慣れてるみたいだけど。聖杯騎士団か。オリビエも一時期熱心に調べていたが、あまり詳しいことは分からなかったようだ。しかしあの力を見せつけられれば、調べる理由も分かる気がするな。あの悪魔を一瞬で狩る能力、まさに異能と呼ぶべきか。ケビン殿が聖杯騎士であるということは承知していたつもりだが、ドミニオン第5位、それほどの人物だったのか。
私には聞いてたけど、さすがにこれは驚かされるわね。で、こっちの魔法陣が次の清掃への入り口ってわけね。はい、第五清掃に相当するかと。影の王曰く、本格的な遊戯版とのことです。その言葉から聞く限りかなりハードな場所になりそうね。覚悟していくとしますか。ええ。リスさん、どうしたの。エステルさん、どうしてわざわざ同行を申し出たのですか。この状況であなたがあえて同行する理由はないはず。なのにあなたの瞳は決意と確信に満ちています。理由を聞いてもよろしいでしょうか。そんな大層な理由があるわけじゃないんだけど、そうね、あえて言うなら恩返しってところかな。恩返し。聞いてるかもしれないけど、私ケビンさんには随分お世話になったんだ。いろんなところで助けてもらったし、何よりもヨシアの抱えていた問題を解決する手助けをしてくれたし、そのケビンさんが大変な今できることって何かなって思って、それでリースさんの手伝いができたらなって思ったの。エステル。ですが、どうしてケビンへの恩返しが私の手伝いにつながるのでしょう。だってリースさんってケビンさんの大切な人なんでしょ。え？ああ、別に恋人とか言ってるわけじゃなくて、話を聞いてて家族なんだなって感じがしたんだけど、違った？勘違いだと思います。私とケビンは5年近くもずっと会っていませんでした。今回の件で久しぶりに顔を合わせたくらいで、もう縁が切れかけているのでしょう。それはないって。縁は深まれば絆となり、絆は決して切れることはない。遠く離れようと、立場を違えようと、何らかの形で存在し続ける。とある調子のいいおじさんの言葉なんだけどね。でも割と真実をついた言葉なんじゃないかと思うんだ。ケビンさん、何の迷いもなくリースさんに後を託してたじゃない。それにリースさんもケビンさんがどうするつもりなのか分かっているような口ぶりだったから。それってやっぱり絆だと思うな。よく分かりません。ですがエステルさんが同行する理由は納得しました。改めてどうかよろしくお願いします。こちらこそ。それともう一つ、
エステルさん自身のことで少々お聞きしたいことが。私のこと？うん、いい機会だし何だって聞いてほしいかな。それではお人よしってよく言われませんか？え？ちょっとなんでそこで笑うわけ？なるほど、聞くまでもありませんでしたか。もうそれで納得しないでよ。まあいいや、早く中に入って第五清掃に行きましょう。ええ、了解しました。